内海竹雄の新進健康ラジオ。皆さんおはようございます。竹雄内科クリニック、河原とここの診療所、院長内海竹雄と申します。この放送では、医療にまつわるちょっと役に立つ小話を、毎朝5時50分、20分程度で配信しています。また毎朝5時半からライブやっていて、公開のマッシュロ画皆さんからご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。ということで、えー、今日は、 質問回答をやっていこうと思うんですけれども、えー、ちょうど先週の月曜日だったかなそうですね、18日、ん ?18 日は日曜日か。<laughs> えっと、まあ、あの、一週間前にですね、心不全の、えー、話をさせていただきまして、そこにですね、レターで、えー、ご質問をですね、いただいておりまして、これの回答をさせていただけたらというふうに思います。はい。で、ちょっとレターを読み上げさせていただきますけれども、匿名の方からですね、えー、いつもためになる、 話をありがとうございます、えー。今朝の心不全の話、とても興味深かったです。心不全に関連することか分かりませんが、質問です。えー、肺がん後、片方の肺を切除、残りの肺に水が溜まっていて、えー、薬を飲んでもなかなか水が減らない状態が続いており、えー、血液検査の結果で心不全の疑いもお指摘を受けました。えー、この状態は、 肺に水が溜まっているということも関係しているという理解で間違っていないでしょうかまた夜寝るときに足がムズムズして眠れないということも、えー この症状ですかの、間違いかななんかちょっと、あの、はい。っていうようなご質問をいただいております。レターいただいております。ありがとうございます。はい。で、まあ、ちょっとね、これ、個別のあれなんで、ちょっと状況がわからないと何とも判断し難い部分があるんですけれども、個人的にですね、ちょっと気になったのが、この、肺に水が溜まっているとかですね、あと、よく医療業界で使われる用語の中で、 えと胸に水が溜まるっていう言い方をね、する患者さん向けにですね、えー、することがあるんですけれども、実はね、これ、全然意味が違う二つのことを同時に、同時に言っているっていうか、二つのものを、この、胸に水が溜まる、あるいは肺に水が溜まるっていうことで意味することがあるので、これをね、ちょっとお注意していただきたいなと思って、今日は、まあ、質問回答の中から、特に胸に水が溜まる部分に関してね、お話したいなというふうに思います。 で、胸に水が溜まる、もしくは肺に水が溜まるって多分ね、聞かれたことある方いると思いますし、医療者でもね、そういう言い方を患者さんにしてる方いるかなと思うんですけれども、まあ医療者はね、多分わかってると思うんですけれども、これね、えー、全然似て非なる二つの、こう、ことを言っています。で、一つがですね、えっ、ー、と、肺の中に水が溜まっている、まあいわゆる、 えー、専門用語で言うと、この肺水腫っていうやつですね。肺に、えー、本当に水。で、種は、種王の種と書いて、えー、肉付きの思いですね。はい。っていうので、肺水腫っていう。これが一つですね。で、もう一つがですね、肺の外側に水が溜まっているっていうことで、これはね、胸水。あの、胸の水と書いて胸水っていうふうに言うんですけれども、これが、あの、どっちかっていうのによって全然治療法が違いますし、 えっと、まあ、そもそも起こり、起こる原因も全然違うっていうことになります。で、前半のですね、排水腫ですね、えー、その肺の中に水が溜まってるっていうのは、あどういうことかっていうと、もうこれこそね、えー、この間お話した心不全。 まあ特に左心不全、左側の心臓の動きが悪い場合に、この排水種っていうことになるんですけれども、これどういうことかっていうと、まあ心臓って、まあ以前もお話したようにポンプ機能を果たしてるんですけれども、そこから、えっ、ー、と、前側に、まあ前側にって難しいな <laughs>、えっと、体側に血液を送り出していくっていう機能と、あと、肺の方からですね、えー、こう心臓の方に血液が循環で戻ってくるんですけれども、その機能と同時にやってるんですよね。で、 え、肺の方から、こう、血液を戻してくるような機能ですね。これが、あ悪くなってくると、肺の方に、え、水が溜まってくる。まあ、正確には血が溜まるんですけれども。で、こういうのは肺うっ血っていうふうに言ったりしますけれども。はい。ただ、これはですね、まあ、一時的にはその血管の中にですね、血管って結構、ゴム風船、あ、ゴム風船じゃない、ゴム管みたいな感じで、こう、広がるんで、 あの一時的にはそのゴム管が広がるだけっていうので吸収されるんですけどもそれが肺うっ血の状態ですね、はいまあ、これレントゲンとか見てもよくわかるんですけれどもいう状態なんですけれどもそれが、えー、もうパンパンになりすぎてしまうとそこから水が漏れ出てきて、えー、肺に本当に 中に水が漏れ出てくるっていうような、そんな状態になってきます。で、これですね、実際って、あの、肺をね、生で見たことある方ってあんまりいないと思うんですけれども、あの、実際に解剖とかですね、あ、まあ、解剖ちょっとあれか。まあ、手術とかで、ね、実際の肺を見るとですね、本当にね、スポンジみたいな感じになってるんですよね。で、空気が入ると、ボーンと膨らんで、空気が、えー、入らないと縛むみたいな、そんな感じになるんですけれども、そこに、えー、水が、 ベタベタになるっていう。だからスポンジが水でベチョベチョになってるみたいな、そんなイメージですよね。これが排水臭で、まあ当然ですけれども、空気の通り道というか空気が中に十分に入りにくいので、えー、息が苦しくなったりとか。 あとはあ、酸素の状態が悪くなったりとかするっていうような、そういうのが、あ排水種っていうことになります。まあ、なので、まあ、排水種はね、もう、イコール心不全、まあ、特に左心不全というふうに思っていただけたらいいかなというふうに思います。で、一方でですね、この胸水ですね、胸に水が溜まるっていうのは、全然、まあ、胸に水が溜まるっていう、また、ややこしくなりますね。胸水はですね、えー、排水種とは全然違っていて、肺の外側ですね、 えー、に水が溜まってるんですね。肺の外側の胸腔っていう部分ですね。えー、胸腔って難しいかもしれないですけれども、もう肺とか、まあ心臓もそうなんですけれども、その、えっ、ー、と、臓器が入ってる部分ですね。その入れ物のところに、えー、水が溜まっていて、えー、いうのが胸水ということになります。まあ、えー、例に挙げると、まあ例えばスポンジあるんですけれども、スポンジをなんか、 え、なでもいいですけど、タッパーに入れてるみたいな感じで、タッパーの方に水が溜まってるみたいな、そういう状態を強水と言って、これはですね、まあもちろん心不全でも起こるんですけれども、それ以外の原因でもね、まあ様々な原因で、この強水、貯留ですね、強水が溜まるっていうのは起こってきます。で、この強水はですね、まあ大きく二つに分かれるんですけれども、その、染み出て胸に、 水が溜まる。まあ、胸水が出てくるっていうパターンですね。こういうの漏出性胸水って、あの、漏れ出るの漏出ですね。はい。の胸水っていうふうに言ったりしますけれども、そういうパターンと、あとは、ああ、なんだか炎症が起きたりとかして、炎症が起きると、お水って染み出てくるじゃないですか。まあ、例えば、皮膚とかでも、怪我するとそこに、えじくじくしてきて、なんか、うっすら水が溜まるみたいな感じになると思うんですけれども、それが、それと同じことが胸でも起こると、おまあ、水が溜まってくるっていうことで、こういうのを浸出性、 あの、浸出液っていうふうに言うんですけど、散水に、えー、なんだ、マイルっていうふうに書いて、浸出液っていうふうに言うんですけれども、そういうのが溜まると、浸出性の強水っていうことになって、えー、まあ大きくね、こういう二つの、 パターンで水が溜まってくるっていうことになったりします。でそうするとですね、あの、まあ、もちろん、その、えっ、ー、と、お水を出す治療の一つとしてですね、利尿薬って言っておしっこを出すようなお薬を使うこととかもあったりするんですけれども、これは、えっ、ー、と、まあ、老舗性の強水ですね、その漏れてるパターンに関しては、えー、まあ、心不全も相まっていれば、まあ、効果ある。 こともあるんですけれども、浸水性の強水ですね、何らかの炎症があってとかっていうことになると、根本的な解決、例えば炎症を抑えるとかですね、いうことにならないと、ずっと出続けるっていうことになりますし、あとは、えっ、ー、と、物理的に外から針で刺していって、えー、その強水を抜く治療をですね、こういうの強水戦士っていうふうに言いますけれども、そういうのをやらないと、えー、なかなか、えー、改善しないっていうことになったりもします。 はい。ただ、ま、これ難しいところが、その根本的な治療できていないと、強水選手をやってもまた結局漏れ出てくるっていうことになって、何回もね、こう、強水選手をしないといけなかったりすることもあったりするので、ま、最終的にですね、その、胸膜の癒着って言って、こう、え、その、 水が漏れ出てくるところ自体をもうボンドで、ね、くっつけてしまうみたいな、そんな治療法があったりするんですけれども、まあ、正確にはね、ボンドじゃないんですけども、はい。で、その、えっ、ー、と、胸膜っていう2枚の膜ですね、そのタッパーの部分と、肺の外を膜の部分をくっつけてしまう治療っていうのもあったりとかして、でまあ、そういうので、えー、まあ、やや、ちょっと、荒らさですけれども、そういうので、 えー、強水が溜まるのを抑えるみたいな治療をすることもありますね。はい。っていう感じで、まあ一口にですね、こう胸に水が溜まる、あるいは肺に、まあ肺に水が溜まるイコール肺水腫かなっていう気もするんですけれども、でもお、受け取り側としてはですね、この肺と胸の違いとかっていうのはあんまり注意して聞いてないと思いますし、まあ大きく二つのその肺水腫っていうのと強水、えー、ですね、っていう二つのことが、まあ、 言われる、この肺に水が溜まる、もしくは胸に水が溜まるの中で言われている可能性があるんだよっていうことを知っておいてもらえた方がいいかなと思って今日はご紹介させていただきました。ということで何か参考になれば幸いです。ちなみに実証医者です。はい。ということで今日も幸せな一日でありますようにお相手は内科医の竹でした。興味津々。